ボーイコールルイコールビコ城の正面庭園、ボーイコールルイコールビコ城は、フランスのセーヌイコールエイコールマルヌ県、マンシーにある17世紀のバロック様式の城、ルイ14世の大倉橋ニコラ・風景によって建てられた。風景は、当時最高の芸術家、すなわち建築家のルボー、画家のルブラン、造園家のルノートルを招いて建設に当たらせた。この城の成功は、 ルイ14世の不況を買い、風景は没落し、建設に当たった芸術家はそのままルイ14世によってベルサイユ宮殿の建設に従事させられることになった。その庭園はフランスバロック庭園の初期の傑作と言われている。地形的変化に富立体的な空間表現を主体としたイタリア式庭園とは異なり、寒冷公室で平坦地形という自然条件を活かして、 平らな見通し線を縦横に配したオープンな軸線構成が展開されている。モニュメンタルで長大な視界が、成形に借り込んだ樹林の壁や大運が、噴水などの水の道によって補強されながら、敷地の果てまで伸び、さらに擁壁や階段、カスケードといった人工の高低差が加えられて、ドラマチックな造形を生んでいる。視覚的なトリックや感触の使用による、 望遠効果を用いて、軸線を一点に集中させ、その終点の山の頂の上巻が立つような幻想を作り出している。ここで確立した手法によって、17世紀のフランス式庭園の展開の方向が定まったと言える。ありがとうございます。